ご視聴ありがとうございます。岐阜のカニフェスタです。今日は出雲福徳神社をご紹介したいと思います。まずは道案内です。道の駅キリラ坂下から出発します。最初の信号を左折します。そして最初の筋を右折してください。そのまま道なりにまっすぐ進みます。しばらく行きますと右手に出雲福徳神社の駐車場の看板がありますので、そこを右折して中に車を停めてください。神社の周りには駐車場がありませんので、車をここに停めてください。道を渡ってしばらく歩くと出雲福徳神社があります。ここは商売繁盛の御利益のある神社ですが、ある参拝者が石像のお腹をさすりながらお願いしたところ、宝くじに高額当選したということで話題になり、参拝者が増えました。その後も宝くじやロトに高額当選する方が続出したため、今では観光バスが立ち寄るほどのパワースポットとして有名になりました。今日は休みでしたが、この社務所では御利益のあるグッズを多数販売しておりますので、お越しの際はぜひお買い求めください。こうやって石像の中をさすりながら願掛けをします。また直接宝くじを当てるのも御利益があるそうです。先ほどの道の駅キリラ坂下においても福徳神社のグッズを多少お取り扱いしております。またキリラ坂下では蕎麦が大変有名ですので、お帰りの際はぜひお立ち寄りください。ご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。